と日本プロジェクト in 山梨では、私たち推進リーダーが海へとつながるイベントや活動などを紹介していきます。海を楽しみ、海を味わい、そして美しい海を守る、海と日本プロジェクト in 山梨。海と日本プロジェクトでは、海の日一斉清掃を実施。山梨でも海の日の7月17日月曜日に、海でつながるゴミ拾いを行いました。清掃活動を行ったのは NPO 法人山梨サイクルプロジェクトの皆さんです。山梨県はサイクリングには最適な地域ということで、山梨サイクルプロジェクトでは自転車を通した地域活性化に取り組んでいます。この日は釜無川沿いの公園を2カ所、笛吹川、そして富士川沿いの公園を1カ所ずつの合計4カ所の公園のゴミ拾いを行いました。我々いつも NPO では自転車を使ってですね、地域の活性化やってます。今日ぜひですね、河川清掃をやらせてほしいというふうにですね、みんなで一致団結してまいりました。やはり何よりも私たちの生活は山、海、川という、こうつながってるんだということをですね、またそこら辺からまで学習していくこと大事かなと思ってます。そして最後の清掃は富士川町の富士川親水公園です。せっかくね、いい環境で水もね、きれいなとは汚さないように海にそのまま行ってくれれば。この日最高気温 36.1 度を記録した山梨県。うだるような猛暑の中、海でつながるゴミ拾いに参加した山梨サイクルプロジェクトの有志50人のメンバーたちは、達成感に満ちたすがすがしい表情でした。いかがでしたか？他にも海と日本プロジェクト公式 YouTube チャンネルでは、いろいろな動画を配信しています。ぜひご覧ください。海と日本。